はい、皆さんこんにちは、フラワーディスシです。もうね、街の中はもうクリスマスモード一色ですね。ですけど、このフラワー TV ではちょっとクリスマスから離れたアレンジメントを紹介していきたいと思います。今日はですね、こちらのこのウィンターベリーっていうこの枝物を使ったちょっとおしゃれなアレンジメントを皆さんに紹介していきます。ではね、早速いってみましょう。どうぞ。はい、まず最初にこのウィンターベリーを刺していきます。ウィンターベリー、まあここにね、ちょっとこう脇枝とかついてますけど、こういうライン、枝を使う時のこのラインですね、ラインの取り方っていうのはちょっと大事なんで、ここにこう無駄な枝がついてる場合はこれはもう弾いて、ここを綺麗なね、枝物のラインにして、それから刺していきます。枝刺していきます。で、この時に枝物このまま刺したんだと止まらないんです。なのでここはね、このように枝をカットしてですね、でナイフでここを削って、で、まあこういうね、平たい形状を作ります。そして刺します。で、その時もこう枝のね、表と裏をよく見極めます。まあ、今回だと結構これどっちが表でもいいんですけど、こっちの実の方がちょっとね、輝きがありますね。こう輝きがある方って太陽がこう当たっていた証拠なんですね。日光を浴びていた証拠です。なので今回はこの陽と言われている、まあ、陰と陽っていうんですけど、陽の部分を正面にしていきます。はい、このように刺さりました。はい、では次にですね、このシンピジウムですね、ちょっと変わったシンピジウムです。こちらを刺していきます。まあ、シンピジウム、こういうふうに見て少しこう花が傷んでる部分が必ずあるんです。そういうお花はこうカットしていきます。もともと結構シンピはお花がこう密集してついてつきすぎて、美しく見えてない部分もありますので、このように美しく見せていくっていうのが、お花を作っていく上では大事です。で、シンピジウムは、まあ長い場合はこう2つに切り分けます。今回ですと、まあ、こういうね、2つのパーツに切り分けてから刺していきます。はい、このように刺されましたね。次にこのモンステラですね、モンステラを刺していきます。モンステラはね、よくもうみんなね、まあ、フラワー TV ではよく言ってますけれども、表と裏があるんですが、みんなこう表に刺し気味なんです。ただ刃物はね、こう裏も美しいし、裏と表で色が違うんで、裏の色の方がいい場合もあります。なので裏と表をちゃんと使い分けていきます。今回はこう裏を使いましたね。はい、次もう一枚ね、こちらのモンステラも刺していきます。はい、今回はね、こう表を向けて刺していきます。はい、で次にこちらヒムロスギをね、刺しておきます。はい、次にこのね、ブルーアイスっていうね、このヒバですね、ヒバの仲間を入れていきます。これはまあ今のヒムロスギと似てるんですけれども、
ね、香り付けにいいんですね。やっぱりアレンジメントはこう香り付けも大事なんで、こういうちょっと粋な計らいをしていきます。はい、こちらでブルーアイスが入りました。はい、次にこのシルバーで染めたさらしほうきですね。さらしほうきをアレンジに入れていきます。はい、こちらでさらしほうきが入りました。そしてラストにこのパープルのバラをね、入れていきます。はい、こちらでアレンジメントの完成です。はい、では近づいて見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。まあ、ウィンターベリーがね、赤だから、こう赤系、オレンジ系とかでね、まとめていくのが、まあ、王道なんでしょうけれども、今回はですね、ライトブラウンとかパープル系でまとめてみました。ぜひ皆様もね、作ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。See you next time. おしゃれにね、決まったよね。ではまた。